こんにちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。ニンゴロ始めていきましょう。なんだこのポロ、ラルフ・ローレンカップって名前カジュアル。本編もやってますね。今回はこのポロラルフ・ローレンカップやっていきましょう。だけか、余った時間は普通のノーマル進める形でいいや。平坦ですね。ちょっとはなるかなという程度。よし、ホールインワンも狙えるかもね。ホールインワン達成しようやっぱり人がいる。 2.6 メートルか、デカカップだ。強気にいきましょう。え、何これ。オッケー、バーディーです。よし、2人がまだクリアしてない。どうかな、入ったかな。行きましたね。さあ第2弾はパー5、ロングホールです。なんか結構やっぱり素直で、あ、行くのかよ。もうじゃあ自分も行きましょう。パワーということで、あんまり良くなかった。え、なに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 、最初からか。無理ですね、これ一発に。本当どうなっちゃうんだ。これ刻んでいくしかないのか、1本目は。
超えた。ようやく超えられましたが、まずですね、さて、グリーン手前まで来ました。距離ある、適当にやるしかないです。あ、これでもショートするんだ。え、何これ、失格。失格と会いましたね、時間切れで。なんと2ホール目クリアできなかった。嘘だろ。あー、やっちゃった。なんか今日はショットが決まらないな。ですよね。2発目です。おお、 1.3m、 パーパットです。いけるか。パーにとどまりました。まあな、2人ですね、残りは。バーディー取って当たり前ですからね、このショットは。ショットの範囲ちょっと足りないな。 あバーディー、おっと攻め逃れたが、カップなんで強気いきましょう。残り 1.2。 ダボですね、結果的に1回の。なぜだ、全員クリアしちゃうの。あ、まだ149残ってる。みんなすごいな、イーグルだもんな。
ゴールに近づいてきた。簡単だと思ったのは良くなかったです。やけでした。OB に苦しみましたね。アンプレアブルって OB とやってること一緒やんって。バツ1弾がないかな。さあラストホール、これ頑張っていきましょう。素直ですね。パー3です。あーちょっと遅かった。左に行ってしまいます。ボールが水イケポチャじゃん。沈みます。え、なんで最初からなんだ。初から納得いかん。普通あのウォーターハザード大きいか、下がったところで一打罰で打つんじゃなかったっけ、これ。おーボギーです。なぜだ。マリアさんリタイアですね。ん、打ってないな。あやちゃん、あやちゃんさん、あやちゃんさんもリタイアとなりました。つまり6位です。トーナメントチケット残り一つです。行きましょう。まあレベル16なんだよな。どんだけ遊んでるかってことじゃないかな。運ってあるんだ。なんだこれ。バーディー。よし。いいですね。生徒会長さんあとわずか。入るでしょう。マサさんホールインワンですね。もう一回。問題のコース、これはあの
ようやくわかった。わあ。あ、ダメだ、ラフだ。いや、6番アイアンでいいや。下り基調だったらね、7番でもいいぐらい。ビルの上を越えていきまーす。ラ。6番でよかった。3打目。おー、すごい。いいとこまで来ましたよ。これは入れたい。で、強気のショット。オッケーです。よし、みんなイーグル取ってんだよな、当然のごとくだけど。あと2人、すすめさんです。もうゴールしそう。最終ホールです。チョロシ、まあまあいいんじゃないでしょうか。戻る戻る戻る、フェアウェイって。まあでした。くそ。7位。あ、すごいすごいな、サイドスピンゴールの。あとはスタミナドリンクとか、タケット、タツ、匠チケットとか。さあ、ランクルプラド行ってみましょう。また一人でゴルフですね。なんかあるんじゃないの、また。ないな。なんか開かないんだ、鍵が。2つの条件を満たしていないので、まだ鍵が開きません。とりあえず条件をクリアするまでは。
けるか。ちょうどいいパッショットっていうのは分かるんだよな。きた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 が 7.3 メートルだった。これは何度も行きます。止まらない。跡が残ってるんですね。パーでした。1400いかないからダメ。クリアで試合なんでもう一回です。得ポイントはなし。複雑されるようなこともないんでもう一回第8ラウンド行ってみます。難しい調整が。頼むぞ。お、いいんじゃないかな今回は。おー、やった。よし。3.8 メートル。頼むぞ。オッケー、バーディー。2000メートル。これ3つともクリアしたんじゃないの？オッケーです。そして来ました。農家の娘、ノイル。農家の娘って土を耕し土壌ですね、雨を乞う。この生き方こそ彼女を高いゴルフスキルを基礎になっているということで、ツーアップする必要があります。2200ポイント。黒ショットってなんだ。ちょっと相手が悪い、まあ、勝たないといけません。私は勝った。あなたもうちで農家は大変です。一打でインできるチャンスはあるんだ。まあそんな言うほどリスクじゃないんで狙っていきましょう。これは平坦ですからね。おーっと 1.3 メートル。チャンスです。イーグルチャンス。相手がパーなら、2アップ以上ありますからね。うまいか。さすがに1打は無理かな。まあ、これで実質1打、有利、1アップの可能性はね、どこまで寄せてくるか。10.8 は厳しいな、パーは。なんで2打目入れれば2アップになります。どうかな。厳しいですよね。ちょっと混乱してる。あ、これ入れるでしょ。でもどう入れますね。じゃあ、はい、入れなきゃいけません。イエイ。さっきのようなデカカップじゃないんでね。緊張の一瞬。オッケー、やりました。ツーアップ達成です。よし、4000ポイント差以上つけましたね。これ全部満たしてんじゃないの。あれ、ああ、そういうことか。一応ロシアの道3ホール争いだ、これ。頼むぞ。
1ホールで2アップじゃないんだ。いやーいいじゃないですか。 2.4m。 ちょっとずれた。謎行動バンカー。しかもこれ砲台バン、これはやばいですよ。このバンカー出すのは精一杯でしょうね。仕方ありません。さあ相手3打目です。パーパット、惜しい。いい線まで行ってますね。強くね行かないといけないんでね、しっかり取らせてもらいます。え、なんだこれ。うわー厳しかった。1メートル OK か。1メートル OK にはなりませんが、ショットって何？ドクロショットか、ごめん。さあこれでこの対戦相手農家の娘に勝つことができました。どうでしょう、まだ最後のこれが解放されてない。1ホールから行ってみよう。バーディーを取る必要がありますね。パワー、99%。 そうだ、すごいな。まだ行く。さあ2打目が大事です。すごいいいとこにやっていかなきゃいけませんからね。どこまで近づけるか。近づけない、これは厳しいカラーでした。惜しい。チップインバーディー狙いたかったんだが、きついですからねここ、うん、まあ、スタミナ剤があと3つ。見にくくなっちゃうんですよね。ダメ、絶好調ですが、え、なにこれ、ラフじゃん。左に行くべきやったか。出すのは精一杯でした。頼むぞ。パワーキープだが。まあ、
何が必要なんでしょうね。合計得点以上かな。ショットだが、そうだ、左側なんですね今回は。下なんですよね。ナイスショット言うてるけど、あ、今度はグリーンしたけど7メートルある。これは厳しいな。そうだ、手に任せてダメだ、右に行ってしまった。でしょうか。近づいた。 2.3 メートル。サバイバルは？サバイバルもうまいな。そうだ、近づいてきて、あ、しかしこれはちょっと流れてしまったボールが。さあ相手です。下り傾向が7メートルですね。これは、え、厳しい。あ、でも 1.3 メートルですよ。これは入れたい。入れます。入れに行きます。頑張って。頼むぞ。くるくるバットだ。入ったー。2000以上ですよね。近い、いいこともないか。しっかりフェアウェイに乗せてきました。よし、見通しのいい場所です。ユニコーンというわけで、こちらもいいですが、カーブ前か、刻んでいきましたね。こちらは313メートルある。これナイスショットですよ。これは、107メートルか。ってことは左カーブするんですね、ここ。と思うと結構運かもしれない。
あ、いいじゃないですか。スウォン素晴らしい。 2.8m ですね、残り。イーグル決めたい。相手も3打目は絶好のショットになります。これはすごい。 2.3m スーパーショット。さあ決めたいですね。これオッケー、やりました、イーグルです。よし、そう、ボーナスなんかもあるんですね。さあこれでオープンです。オリビア、オリビアさん、最後のボス戦です。バトル、これ短いショットですね。どれぐらいかな。おー、すごい。いやー、やりました。残り 2m ですよ。あ、向こうオリビアもいいな。向こうオリビアもいいな。あ、これ近い。あ、そうでもないか。結構距離あるんだ。さあ、オリビア、ほえー、ほえー、声が全然違う。さあこちら決めたら、勝利です。このホールは勝利。頼むぞ。おお、危なかった。っ、よし、2000ポイント以上上回れば勝ちですね。なんでしっかり勝ってもらいましょう。勝っていきましょう。ちょっとこれはリスクがあるな。このぐらいならいいでしょうね。こうなるとそうなのか。あまりリスク取らない方がいいかな。今日超えた。これはフェアウェイに入ってればまあいいでしょう。いいんじゃないでしょうか。残り 31m。 パー4じゃないかな。これユニコーンホール、いい、いいですね。パー落ちますが十分な飛距離ですね。151ヤード、打ちやすいな。何歳なんでしょうね。年のことを聞くのは NG。ウェッジだろ。ウェッジでこれか。奥にあるんですよね。キューバアイアンでも6。あ、そっか、ピッチングウェッジかな。サンドウェッジでよかった。ですか。 1.8m、 3打目はしっかり決めていきましょう。はい、3打目です、こちら。さあしっかり決めて、勝負決めましょう。すごい早いな動き。これはあかん。崩すかもな。あ、はえーくん、やばすぎますね、はえーが。
失敗ですけどね、しゃあないね。よし、バンカーなしっていう条件も必要だったのか。クリアです。でも次回はこれでやっていきましょう。ここはまあもう全部クリアしてるからな。さっさとある状況だが、はい。というわけで、今回はオーシャンラグーンリゾート、じゃない、オーシャンラグーンじゃなくてスコティッシュクラシックか、教師オリビア、農家の娘ノエル、そしてイベント、イベントのリンゴのコンペじゃなくて、知らせたらな、ラルポロラルフローレンカップ、こちらをやっていきました。こんな感じで、次回お楽しみに。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。概要欄にありますブログ、ツイッター、そしてミンゴルのプレイリストを見てください。動画一覧の右側にプラスボタンあります。ここで、ブックマークできますので、ぜひお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。